ヨヘヨヘ仕事しろよ。何サボってるの。ピザ休み。え、ピザ休み。シェアしないの。シェアしない。お、見て、Cさんどう。Cさんかっこいいよね。かっこいいね、Cさん。これね、うん、30枚頼まれて今書いてます。おお、かっこいいね、これ。やばくない。まあ、その休憩お邪魔するのはすいません。はい、さよなら。だけどやめてよ、もう食べさせて。なんかその箱に絵を描いて、うん、この箱に。じゃあ何描くの。なんかいいの描いて。え、食べてからでいいですか。食べてから、まあ食べてからでいいよ。よし、10秒10 9 8 5 3 0。はい、どうぞ。よし、やるぞ。書くぞ。食べてから。OK、じゃあ持ってきます。準備は OK です。夜と朝そう OK です。アンソニーピッツァ美味しいよ。え、何で待ってるの。あ、よかった。これ残ってる。燃えるね。なんか今回いい匂い。どういうこと。なんかピザの匂いが残ってる。あ、間違えた。色間違えた。ねえ、一番書きやすいのは何。何が。おー、かっこいい。かっこいいね。かっこくない。なんかかっこいい。やばいね。結構かっこいいね、うん、え、ピザっぽくない。今ピザっぽくない。よいしょ。見える見える。何作ってんの。地球に見える。うん、ベロちゃんにはこれが地球に見えますか。うん、違う。ん、違う違う。やばくない？やべ、ピザの箱の作り方がわからない。わかる？わかる。でもピザを食べる
食べ方知ってる食いしん坊じゃんやべ、ちょっとピザ屋さんでバイトしてこよう全然ダメじゃん全然ダメだね、なんでこっちだね向き的？うん、向きはこっちだね、こうやってピッツァピッツァ皮の後ろ見せて、後ろかっこいいじゃん、それピッツァ、そのピッツァなら私食べたい。まずそうじゃん。違う、でもやばくない？結構さ、おしゃれじゃない？おしゃれ、結構いいよね。めっちゃいい。ピッツァハ、え？ピッツァハじゃないの？あ、それピッツァ。何？何でもない、何でもない。何て言ったの？何でもない、何でもない。はい、ひどい。ということで、どうでしょうか？かっこいいと思う、めっちゃおしゃれだよ。ピザの箱に書いたらこうなりました。イエーイ。なんかこういうのにも書いてとか書いてみてっていうのがあったらぜひぜひ試してみるんで、聞いてみてください。わかりました。おい、 OK、ね、はい、楽しんでまたチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。